どうもカルロスコットです。今日はスタフォー4をやりに行きました。やっていきましょう。ファンでよかったことないわ。全然やらかしてるやん。人気の争いが言うと全然やん。アンブロワーズが選ぶのは進化しない。迷うやろな。普通にプラチナルビーのような気がするけどな。
実際にすごい。ストロングブラッド。星のウェーブか。一番すげえ美味しい。プラチナルビープラチナルビー当たったけどね。富士の王者って赤いやつやんか。これ赤いやつやん。どっちも悪くない。俺エールしてなかったっけ、メスばかり。まあいいや。勝負かな。持ってないわそれ。
ちゃめちゃあれで、まあ、トップ距離かかってるわ、よかった。わお、かけるにはでかいね。あ、よかった、プラスやわ。でどこ行ったリーフさん、ひょんなんでしょ。ライが難しいな、ここかな、無難に。難しいな、どっちかやと思うんだけどな。ダイワエルシエロ来てるやん、オスカル何のかと思う。買ったジャジル、ジャジルとカーリー買った。まだマシか。でもいいんじゃないですか、うん、エルシエド正解だな。ハイピースやないな、前残りやん。
スローと思ってたからやな。ワントップグランディー絶対前やと思う。なってマジか、サンライズか、感じ感じ。今日はこうでしょ。よくやった。掛布払われてるやん。わがサイドはエンド。
よかった。白白。1.0 倍。最高かったよ。あれ怖いな。
感触ないな。10番みたいな。あった。サミットビルはいいのかな。湘南パンとか。湘南パンとか来たで。マジか。よしよし。持っとるよ。これは。M とハッチ負けすぎやな。よしよしよし。あれっす。感じ。
サンライズだろこれ。ここ気になるな。でもモルゲンやったよ、感じ。それはあかんわ。荒れますな。よく頑張った。ムムターズよく切るイメージあるから、ムムターズしたあといつ走るかわからんやつ。
緑緑緑緑緑3番に切ってくるとか、2、3着で買っていたのかな、4月3
超入ってる。ドリコ9、ああシーズどうしようか、取ってこれ、すみ頭かダメだ、それはいいねんけど、ドブロいらんわ、ちゃうかったな、なんか。非常に好きやろ。全部飛んでしまうパターンもあるな、一番人気のない、
っとネルソン来たからな。でもさ、ジリやったな。ウッドレーン持ってなかったか。やや太いとかよ。気になるわ。あの日やや太いってるから危ないじゃん。今度は。でもいいけどな。だとはええねんけど、だとはええねんけど。